北海道からこんにちは、ポミーヒルフィガーです。ディズニーつむつむやっていきましょう。ということで今回はなんと大量にガチャを引きたいと思います。今月の新つむのアニバーサリーミッキー、こちらね結構皆さん注目していると思うんですけれども、確率アップが明日の11時までということで、まあ今のうちにね引いておきたいって思ってる人もいると思うんですよね。できっとこのアニバーサリーミッキースキルマックスまでいかないと結構ね使いにくいんじゃないかなっていう、まあ個人的な感想です。でこれをスキルマックスになるまで一体どれぐらいコインがかかるのかっていうことで、とにかくねまあできるできないちょっとわからない部分もあるんですけど、きっとできると思うんで、この1000万コイン今持ってますんで、こちらでスキルマックスになるまで一体どれだけかかるのかということで、とことん引いていきたいと思います。でね全然ね動画を編集してる時もねちょっと若干見逃してたんですけれども、前回の動画で10.78% ぐらいだったんですけど、これ上がっててなんでだろうと思ったら、気づかないうちにねラプンツェルがスキルマックスになってたんですよね。で僕全然気づいてなくって、まあプレゼントねこちら、まあ、今回の動画とまとめてやっていきたいと思っております。で1000万コインありますんで、まあ、300回以上引けるんですよね。で、今のボックスの中の積む一体何個引けば全部で尽くすのかなっていうのを計算したところ、全部で438回引けば、全部開封できるらしいんですよね。はい、ポミー調べでは。なので、300回以上引けるんで、結構、簡単ではないですけども、はい、コインを少し残した状態で、アニバーサリーミッキー、カンストいけるんじゃないかなと思います。これからね、アニバーサリーミッキー目的で引こうとかね、そういう風に考えている方は、ぜひ参考にしていただければいいかなと思っております。あとね、ガストン持ってないんで、ガストンも結構ここでまとめてね、引けるチャンスじゃないかなと思って、今回、このコインをね、ふんだんに使っていきたいと思います。では、早速、結構時間かかると思うんで、ポンポン引いていきましょう。GO! イモーお、ガストン初めてゲット。マッドハッター豆のヒミッキーパッチスティッチスキルマックスオッケーウッディ豆のヒミッキージーニーハデスクラシックミッキーオーロラ姫女王豆の木ミッキーマットハッタージーニーウディハデスアニバーサリーミッキー出ないな。豆の木ミッキーピノッキオ豆の木ミッキー白ウサギ、あ、出たアニバーサリーミッキーニモー女王白雪豆の木ミッキーピーターパン豆のキミキー女王サリーアニバーサリーミキーハデース白ウサギ豆のキミキージーニーニモーパッチハデースシンバーベイマックスマッドハッターアニバーサリーミッキー
暮らしくみき、暮らしくみき2連続、白雪姫、トランプ、ニモ、ハデス、アニバーサリーミキ、野獣、ティンクルベッド、スキルマックス卒業おめでとう、ジャフー、クラシックミッキー、白雪姫、トランプ、トンステップ、シンバー、お、シンバも卒業おめでとう、トンステップ、ベイマックス、ハデス、白ウサギ、ジュリー、豆の木ミッキー、クラシックミッキー、サリー、野獣、ピノキオ、豆の木ミッキー、ウリー、クラシックミッキー、オーロラ姫、ポカポータ、クラシックミッキー、豆の木ミッキー、ニモ、ハデス、ジュリー、パッチ、白ウサギ、オーロラ姫、白雪姫、オラ、クラシックミッキー、女王、ポカホンタス、パッチ、ジャフー、パッチ、マッドハッター、ジャフー、ピーターパン、ジャフー、クラシックミッキー、豆の木ミッキー、シナキメ、豆の木ミッキー、クラシックミッキー、サリー、お、サリー、スキルマックス卒業おめでとう、ジャフー、ピーター、アニバーサリーミッキー、久しぶりー、そろそろね、多分100回ぐらい弾いたと思うんですけれども、全然だね。なんかね、アニバーサリーミッキーがね出づらい気がします。他のね、クラシックミッキーと豆の木ミッキーはもうスキル4の後半なんだけど、アニバーサリーミッキースキル3のまだ半ばということで、なんだろう、これ裏でちょっと操作されてる感あるかもしれませんよ。では引き続き行きましょうか。お、アニバーサリーミッキー、クラシックミッキー、女王、ピノキオ、豆の木ミッキー、ジャフー、アニバーサリーミッキー、クラシックミッキー、ジュリー、ニモ、クラシックミッキー、アニバーサリーミッキー、アニバーサリーミッキー2連続、野獣、白ウサギ、ベイマックス、ピーターパン、トランプ、ハデス、白ウサギ、ジャフー、パッチ、オーロラ姫、オラ、ジュディ、ニモ、白雪姫、オラ、クラシックミッキー、アニバーサリーミッキー、ハデス、お、ガストン、2個目、豆の木ミッキー、ジーニー、ジーニー2連続、豆の木ミッキー、ピーターパン、
ヘラクレウス、クラシックミッキー、ダンボ、ジュディ、オーロラ姫、アニバーサリーミッキー、ジャッファー、女王、アニバーサリーミッキー、ベイマックス、アニバーサリーミッキー、ピーターパン、ジャッファー、クラシックミッキー、アニバーサリーミッキー、パッチ、白雪姫、トンスケ、ジャッファー、ポカホンタ、クラシックミッキー、トンスケ、ジュディ、ウリ、白ウサギ、豆の木ミッキー、ポカホンタ、豆の木ミッキー、ジーニー、ピーターパン、トランプ、トランプ2連続。はい、今ね、ちょうど500万コインまで引いたので、半分ぐらい引いたって感じだね。ね、確率が1個あたり 12.3% まで上がってますね。何個かスキルマックスになったのがいるので。で、もうちょっとでね、1個2個でなりそうなやつもいるので、それがね、スキルマックスになればもっと後半出やすくなるんじゃないかなと思います。では、後半戦いきましょう。クラシックミッキー、オラフ、ヘラクレウス、豆の木ミッキー、ヘラクレウス、ベイマックス、ジーニー、クラシックミッキー、クラシックミッキー2連続、ジュディ、ジュディスキルマックス卒業おめでとう。クラシックミッキー、豆の木ミッキー、マッドハッター、ベイマックス、豆の木ミッキー、ニモ、お、ニモも卒業おめでとう。アニバーサリーミッキー、やっとスキル5か、遅いなお前。クラシックミッキー、クラシックミッキー2連続、お、クラシックミッキー3連続、女王、ポカホンタス、白雪姫、アニバーサリーミッキー、ピノキオ、アニバーサリーミッキー、豆の木ミッキー、ジャッファー、ほら、アニバーサリーミッキー、アニバーサリーミッキー2連続、よっしゃ、ヘラクレス、豆の木ミッキー、野獣、お、野獣もスキルマックス卒業おめでとう。豆の木ミッキー、アニバーサリーミッキー、マッドハッター、豆の木ミッキー、ウリー、豆の木ミッキー、クラシックミッキー、豆の木ミッキー、女王、トランプ、トンスケ、お、トンスケも卒業おめでとう。ポカホンタス、豆の木ミッキー、ピーターパン、アニバーサリーミッキー、ハデス、豆の木ミッキー、ヘラクレス、トランプ、白ウサギ、お、白ウサギも卒業おめでとう。クラシックミッキー、アニバーサリーミッキー、豆の木ミッキー、
お、豆の木ミッキーあと1個。豆の木ミッキーあと1個になりまして、今確率がね結構スキルマックスが増えたんで 14.16%。 すごいね。3つ合計するともう 44% ぐらいかな。だからまあ2個ぐらい、2個中1個ぐらい出てもおかしくないぐらいのペースになってます。クラシックミッキー、アニバーサリーミッキー、アニバーサリーミッキー2個連続クラシックミッキー、豆の木ミッキー、来たー、スキルマックス。はい、豆の木ミッキーが一足先にスキルマックスになりました。314万コイン残ってるので、だいたい200回ぐらい引いたら豆の木ミッキーはスキルマックスになりました。クラシックミッキーもあと2個でしょ。で、アニバーサリーミッキーがあと多分11個。遠いね。だからやっぱり、まあ必要なね、積む数がちょっと多い分もあるけど、若干アニバーサリーミッキー出づらい気がするよね。同じ確率表示なんだけどな。まあ残り300あるんで、あ、確率どうなるんだろう。確率ってこの豆の木ミッキー分、あ、そうでもねえや。めっちゃ上がるかなと思ったけど、均等に他のツムに振られてんのかな。まあでも 16.5% なので結構な確率でまだ出ます。いいね。じゃあ引いていきましょうか。マッドハトゥー、ベイマックス、トランプ、ベイマックス、マッドハトゥー、ベイマックス、オーロラ姫、お、カストン、3つ目、ポカホンタス、ジーニー、クラシックミッキー。クラシックミッキー2連続でなんとスキルマックス卒業、おめでとう。はい、クラシックミッキーがスキルマックスになりました。あれ、そうだね、豆の木ミッキーが終わってからだいたい30万コインだから10回ぐらい引いて出ました。残るはあとはこちらのアニバーサリーミッキーあと11個、あれから出てないですね。で、2個マックスになったんで確率が 19.76%、 だから5回に1回ぐらい、結構な確率に上がりました。もともとに比べると多分倍の確率で出るぐらいまで上がってきたんで、すごいね。他の粒も 4.5、 こんなに変わるもんなんですね。はい、じゃあ残り278万コイン、まあきっと出るとは思うけどね、どれぐらいコイン残せるかな。どんどん引いていきましょう。モン、アニバーサリーミッキー、ジャファー、パッチ、アニバーサリーミッキー、ピノキオ、アニバーサリーミキー、ウディ、お、ウディも卒業、おめでとう。パッチ、お、パッチも卒業2連続おめでとう。トランプ、トランプ2連続マドハート、ヘラクレス、オーロラ姫、ジャフー、ジーニー、アニバーサリーミッキー、アニバーサリーミッキー2連続ジャフー、白雪姫、ヘラクレス、ベイマックス、お、ベイマックスもマックス卒業おめでとう。マドハート、マドハート2回連続ピノキオ、ガストン4つ目かな。 OK、 アニバーサリーミキー、アニバーサリーミキー2回連続あと4つだね。ピーターパン、アニバーサリーミキー、
アニバーサリーミッキー2回連続ジャファーマートハートほらアニバーサリーミッキーアニバーサリーミッキー来たースキルマックスはい、ということで、アニバーサリーミッキー含めね、今月の新積むのミッキー3種類、すべてスキルマックスに無事になりました。で、結論から言うと、やはりアニバーサリーミッキーの出方が若干弱い気がしました。やっぱね、スキルマックスなの遅かったよね。確率表示は同じなんだけど、若干なんか出にくい感じは否めないかなっていうのが個人的な感想です。で、使ったコインは全部で840万コイン。なので引いた回数で言うと280回。で、このすべて3つともスキルマックスにすることができました。まあもともとね、スキルマックスのものも少しはあったじゃないですか。まあそんなに多くないので、まあ皆さんと同じぐらいじゃないかなとは思うんですけれども、まあ大体ね、840万コイン、280回引けばね、揃うという感じでございました。前半はね、全然アニバーサリーミッキーが出なくて、豆の木ミッキーとクラシックミッキーがちょろちょろ出るぐらいだったんですけれども、後半ね、スキルマックスになったもの、卒業したものがね、出てきて、出る確率がどんどん後半上がってったので、後半の伸びがね、すごく良かったかなと思います。ちなみに、ガストなんですけど、はい、私ガスト全く持ってなかったんで、今回初めてゲットしたんですよね。で、280回引いてたったの4つ。こんだけしか出ないんだね。これはきついね。だからもうガストンをスキルマックスにしたいって考えるときはもうボックス全部引き尽くすコインを用意しておかないと正直厳しいですね。次コイン貯めたらガストン行こうかな。ね、ガストンあるとコイン稼ぎのバリエーションが増えるんで楽しいかなと思うんで早めにガストン欲しいな。で、スキルマックスなんですけども全部で、今回15個。ということで、大量に出ました。はい。で、前回の動画で、気づかなかったラプンツェルのスキルマックスも含めると16個ですね。ということで、プレゼントを行いたいと思いますんで、概要欄、アンケートフォーム作って貼っておきたいと思いますんで、そちらから応募をお願いします。応募の締め切り。応募の締め切りは、13日の火曜日までにしたいと思います。今回大チャンスなので、ぜひ応募をよろしくお願いします。たくさんの応募お待ちしております。はい、ということで、とりあえずね、ボックス開封動画ということで、280回引けばなんとかすべて揃ったという結果でございました。これからね、引こうと思っている方、まあ、月前半のね、確率アップは、日曜日の11時までになってるはずなので、ちょっと時間ないんですけれども、まあ、後半ね、月末にも確率アップあると思いますんで、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。ちなみにこのアニバーサリーミッキーのね、スキルによっての、まあ、消去数の違いとかね、そういう動画も作っていこうかな、なんて思ってますんで、ぜひご視聴をお願いいたします。では、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。トミーヒルフィガーでした。したっけ？